こんばんは。国際不動産エージェント富里と申します。本日はセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。私は沖縄出身ということもあって、今回は私の方で司会と、今回の沖縄セミナーのご担当をさせていただきますので、今後の個別面談等も私の方で対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。まずは、弊社スズキの方から、今回の収益米軍住宅紹介セミナーというタイトルにもありますように、米軍住宅に関する基本情報をご説明させていただいて、今回のメインの岸さんの方の、メインの講師の岸さんの方のお話とさせていただきます。岸さんの方の簡単なご説明、ご紹介を差し上げておきますと、もともと沖縄の方ではなくて神奈川県川崎市出身で、東京の投資専門不動産会社で3年ほど営業マンをされて、独立を機に沖縄に拠点を移されて、地元に精通した不動産コンサル事業を行っている方になります。我々も別の大きなセミナーで知り合うことになって、今回非常に融資に関しても物件に関しても非常に興味深いご紹介いただけるということで、ジョイントのセミナーをさせていただいております。それでは1時間程度のセミナーになりますが、よろしくお願いできればと思います。では鈴木さん、よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは。鈴木でございます。今回とてもいい収益機会をですね、皆様にご紹介できることになりました。もう本当にこれはもうひとえに岸社長のご尽力ですね。沖縄に入り込んで、土地を仕入れて、その皆さんの地主さんとつながって、金融機関ともつながってっていう、もう本当にもうその努力の賜物で、とてもいい収益物件に仕上げていただいたという形です。では、その岸さんのお話に行く前に私が、米軍住宅マーケットという、日本の中では比較的ニッチな特殊なそのマーケットの基本について10分ほど、お話をさせていただきます。はい。ですね、不動産、賃貸物件というのは、どういう入居者ターゲットを設定するかによって、その得られる賃料というのは、違いが出てきます。日本国内でも、例えばの話、普通に地方都市、福岡とか札幌とかの、ファミリータイプのマンションを地元のファミリーに貸すのと、東京から来ている、駐在に来てる、転勤で来ているファミリーに貸すのとでは、結構、お家賃、数万円とか違ったりする。国内でも、そうなんですけれども、特にこの辺の、差が大きいのは、新興国とかリゾート地なんですね。東南アジアのマニラとか、バンコク、クアラルンプールみたいなところ、コンドミニアムたくさん建ってますけれども、外国人、エクスパット、そうですね、外国人の駐在員とかに貸すと、地元の人に貸すのより、何倍のお家賃が取れることは、珍しいことではありません。で、日本においてはですね、アメリカ軍基地のある付近で、彼らの、賃貸ニーズに合う物件を、賃貸に出すことができれば、オーナーさんは、日本人ファミリーに貸すより、1.5 倍から2倍、場合によっては2倍以上のお家賃を取れることがあります。当然高いお家賃を取れれば、利回りの数字も良くなってくるということで、はい。そういう辺は私も非常に注目はしております。はい。で、高い賃料を、払うっていうことはですね、地元の、入居者層とはまた違う賃貸ニーズがあるということが往々にしてあります。新興国のコンドミニアムでは、地元の人に貸すんだったら、そんなに綺麗にしなくても普通でいいですけど、やっぱり日本人とか、はい、外国人エクスパットになると、それなりに綺麗にしなくてはいけない、共用部分とか充実してないといけないとか、そういう、異なる賃貸ニーズに合わせた、物件を、出していく必要がありますけど、米軍ファミリーを、主な入居者層にする場合は、やっぱり彼らの基本的な住宅ニーズっていうのはあります。それは日本人の通常の賃貸ニーズとは違います。で、彼ら、とにかく広い広くないと普通のうちじゃないよねみたいな、そういう感覚というのはあります。彼らの感覚で2ベッドルームだとだいたい100平米ぐらい以上、3ベッドだと120、30平米以上というのを通常期待することが多いですと。はい、日本の普通の建売住宅、4LDK で100平米みたいなですね、100ちょっととかそういうのはあるんですけれども、もっとずっと広くしないと、まあ、彼らの、理想とするものには近づいていきません。で、まあ、通常リビングも広くないといけないし、で特に、大事なのは2階建ての戸建て物件の場合は1階と2階にそれぞれバスルームあるいはトイレはつけなくてはいけません。まあ、これは常識的にですね、わざわざ用を足すのに1階まで降りてくるっていうのは信じられないっていうのが彼らの感覚だったりします。それにまあ、アメリカとかの、通常の1戸建ては、メインのベッドルームにそこにバストイレがついてる、オンスイートっていうんですけど、そういうのも、つけると喜ばれたりします。あとですね、ランドリールームに衣類乾燥機をつけるのは当たり前なので、その辺もつけていく。あと、ガレージに関して言うと、まあ、2台分ぐらいは普通に欲しいなというところですね。はい。それは彼らの、習慣で、ガレージに車を止めるとは限らない。ガレージは物置にするということが多いと。でもやっぱり広いスペースは欲しいということで。でそういう、まあ、彼らの求めるスペックの、住宅を供給できれば、結構ないい、まあ、収益物件になりますよということです。はい。で、まあ、東京であればですね、横田基地とか、横須賀とか厚木基地とか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、横田基地というのが一番、人数的には多いですね。マーケット的には一番大きいかと思います。東京都の西多摩地域にあります。在日米軍の司令部があるので、もう日米軍事同盟がある限り絶対になくならないようなものです。基地内で働く方が1万1000人、そのうち8800人がアメリカ軍人、軍属と家族。で、まあ、基地の中に住んでらっしゃる方が多いですが、基本、階級が上の人ほど、まあ、あるいは、まあ、外に住みたいと、基地の外でプライベート感のある住宅に住みたいという方は増えてます。はい。それで、横田基地周辺の福生とか羽村とかあきる野市とか、その辺は米軍賃貸住宅の、まあ、まあ、通常的なエリアとなってます。で、まあ、どういうものをそういうエリアで、供給していくかっていうのは、まあ、主に2つのモデルがあります。まずですね、まあ、とにかく安くて、まあ、米軍人としては、まあ、その低いランクでもいいんですけど、とにかく仕入れを安くしたいっていう方にとっては、まあ、普通に日本の、ファミリーに売ってるような賃貸住宅を、できるだけ土地の安いところで建てて、横田勤務のアメリカ人、最低の、家賃帯は、まあ、当然、軍から出るんですけれども、一番安くて月16万円と決まっておりますので、その16万円っていう、そういう、マーケットに出していく。で、これは地元の、通常の日本人ファミリーに貸すと10万円いくかいかないかっていうところなので、やっぱり米軍人に貸した方がいいよねというところです。はい。で、こういうものはですね、できるだけその日本人が好まない、評価しない、ちょっと駅から離れたバス便とかそういうところは土地が安いですので、ただ、アメリカの軍人にとってはそんなに車通勤だから不便ではないようなところを選ぶ。いう感じですね。まあ、土地面積約40坪ぐらい、建物面積30坪ちょっとぐらいみたいな感じですかね。で、土地建物込み2400万円ぐらいで仕入れられれば、月16万で貸せば、まあ 8% 以上はいくという形です。まあ、ただこれは米軍、軍人ファミリーにとってベストというわけではない、普通の日本のうちなのでですね。はい。まあ、なんとか我慢できるかなぐらいなので、まあ、競争力とか、が高いわけではありません。まあ、こういうタイプが一つあります。で、もう一つはですね、思い切って土地を、まあ、まとまった土地を取得して、そこで新築をしてしまう。では、最初から彼らのニーズに合った、住宅を供給するというのもあります。これは福生、羽村近辺いっぱいあります。はい。で、まあ、彼らに、まあ、特に好まれる130平米以上の建築面積があるもの、バーベキューができるとかですね、まあ、リビングが広いっていうようなものだったら、横田の、ベースの人で、家賃は少なくとも24、5万は、取れます。30万取れることもあります。利回りは、まあ、土地から仕込んで新築なんで、まあ、6% 台っていうところが、まあ、通常ですけれども、まあ、米軍住宅しての競争力が高くて、出口も取りやすいというのがあります。で、今回の、セミナーの紹介物件は沖縄で、まあ、これに近いコンセプトの、まあ、住宅を、まあ、供給していくと、投資機会にしていくというお話に、なりますので、そろそろ岸さんに、バトンタッチしていきたいと思います。はい。それではよろしくお願いいたします。すみません。皆さん、はじめまして、株式会社キーオーシャンの岸と申します。よろしくお願いいたします。今、お話、ほとんどいただいたんで、ちょっと私の話はまた個別でお話しする際に、ちょっといろいろ聞いていただいて、今日時間短いので、どんどんスライドいっちゃおうかなと思いますので、とりあえずバーって一気に喋っちゃいます。で、これ今画面の共有で、できますね。共有されてますかね。はい、できてます。はい、できてますかね。では、このレポート行かせていただきます。で、まずもうこれ、ちょっと読みながらなんですけど、端折りながらいっちゃいますんで、とりあえずなんで沖縄かっていうところなんですけども、一回投資とか全部一旦置いといてですね、これ僕もやってみて、結構そうだなって思ったことなので、皆さん一回分かってもらいたいなと思うんですけども、単純に物件日本でどこで欲しいですかって言った時に、大体思いつくのは北海道とか沖縄っていうワードが1個目に出てくると。で、それが自分が今生活環境とは別ですね、単純にただ単に理想としてどの辺に物件を持てたら嬉しいですかっていうと、大体沖縄、海の近くっていうワードが大体頭に思い浮かんでくると。で、これはなんか潜在的にこう日本人は結構刷り込まれているみたいで、こう憧れがあるっていうのは、いろんな人に話して分かったことなので、まずそこから僕は入っていきました。で、単純に僕も沖縄で仕事したいっていうのがあったので、まあ、やりたいところでなんかできないかっていろいろ探した結果、ここにたどり着いたっていうようなところです。で、まず、まあ、その沖縄といえばっていうところなんですけども、まあ、日本を代表する観光地で、まあ、行ってみたら、まあ、こんなところに物件持てたらいいなと、それが別荘であるのか、投資用の不動産であるのかっていう形はちょっと置いといて、まあ、一回観光来ると皆さん大体、ああ、いいな、ここ欲しいなというふうな感じで思われるっていうのが、まあまあ、結構刺さるポイントにいきなりなっちゃってます。で、その中で、じゃあ物件欲しいなと思ったときに、投資として持った場合、大体どれくらいなのかって皆さん調べると思うんですけども、その下のところにあるところですね。収益不動産、大体どれくらいのマーケットがあるかっていうところなんですが、区分マンション、一棟マンションは、大体 5% ぐらいで推移されています。で、これは、まあ、物件の価格もあるんですけども、まあ、賃料がそもそも東京とは比にならないぐらい安いので、いい建物を買っても、安い建物を買っても、賃料の、まあ、ギャップ考えると、大体利回りで 5% ぐらいに落ち着いてきちゃうのかなっていうところです。で、投資としてのうまみってあんまりないので、まあ、5% でもいいよっていうところで買ってる人に関しては、もう規模がちょっと大きいですね。数億円単位で買える人に関しては 5% でも、まあ、沖縄持ってればいいよねっていうイメージなんですが、まあ、個人投資家だったりとか、そういういろんなことをやってる中の一つとして考えると、5% で買える物件の規模ってなってくると、まあ、せいぜい数千万から、まあ、1億、2億ぐらいって考えると、5% だとちょっと厳しいのかなっていうところが現状あります。なので実際はそんなに流動性がなくてですね、国際通りとか、観光地だとか、そういうところに限っては多少売買ありますが、あまり、マーケットとしては、投資としては、僕は美味しいエリアじゃないなというふうには最初思っておりました。で、ただですね、まあ、数年前に大流行した民泊っていうものですね。で、それでかなり利回りが出せたっていうのがあったので、まあ、それで面白くてこっちに入ってきたっていうところもあったんですけども、まあ、実際コロナになってしまって、まあ、民泊はもうほぼほぼ下火で辞める方も多かったりとか、民泊じゃないホテル経営に関しても、まあ、かなり打撃を食らったっていうところはあるんですが、まあ、実際そこで投げ売りに出てる物件もあると思いきやですね、意外と体力ある人はもうアフターコロナを見据えてどんどん買い進めているっていうのが状況になっております。で、この、まあ、そもそも民泊で回すと大体利回り 20% 以上取れるっていうのが、もう平均的な数字がもう出てましたので、2018年、19年ですね。20% ぐらいで回ってるっていうのは基本的な数字だったので、まあ、それを見越して皆さん変わってるっていう状況も以前はありました。で次ですね、戸建て、実需ですね、普通に住まれる方、じゃあどれくらいの価格で買ってるのかっていうところあるんですけど、よく皆さんが耳にする那覇、あとは、これ北谷で北谷って読むんですけど、北谷ですね、アメリカンビレッジっていうエリアがあるんですけども、まあ、この辺は人気エリアですね。で、まあ、安く出てるんでしょっていう方もいるんですけど、全然そんなことなくてですね、まあ、4000万、5000万台が相場となっております。で、たまに2000万円で出てますよとか言ってるんですけど、それは全然出てないですね。実際2000万円台の物件が出たら、迷わずもう何でもいいから買ってください。中古だろうが何だろうが、2000万円台で買ったら、もう出口決まってるんで、買えるんだったら買ってください。で、みんな狙ってます。地元の業者も2000万台でチャタンなんて出たら絶対買うんで、ありますっていうふうに言う人結構いらっしゃるんですけど、実際本当ないですね。僕も探してますが、そんないい物件あるんだったら、僕も買いたいって思ってるようなイメージです。大体相場もう4000から5000ぐらいっていうのはもうこれぐらいになっちゃってるんで、正直、ここの4000から5000万円の物件を、投資で回そうとしても、やっぱ 5%、行ったらいいなぐらいの利回りしか取れませんので、ちょっと美味しくないのかな。なので、実際実需で、この辺は持たれている方が非常に多くてですね、まあ、別荘利用だったりとかっていうところもあります。であとはですね、ここ数年木造が、すごい沖縄に進出してきておりまして、さっき関さんの方で見ていただいた2400万ぐらいあるよって横田近くの木造物件だったりとかっていうような、同じようなものですね。まあ、飯田グループさんって書いてありますけど、まあ、相田さんとかもそうですし、タマホームさんとかも入ってきてます。で、大体まあ3000万円ぐらい、まあ、建築単価が非常に安いので、まあ、土地込みで3000万ぐらいで用意できるので、すごい人気になってきて、結構売りに出てますね。なので、実需に関しては、やっぱり那覇、北谷あたりのマンションっていうのは売れ筋。で、あとは、まあ、ちょっとそこから広がっていったところの、木造の3000万円台物件っていうのは結構売れるような感じになってますかね。っていう感じです。で、まあ、その中でもですね、まあ、一部のエリアに限ってですね、その物件を、まあ、今回の題材にある米軍賃貸に出すっていう、出せるような物件もありまして、そこから、まあ、米軍賃貸ってどんなものなのかと。実際出してみたらどれくらい利回り出るのかっていうところを考えて始めたのが今回のプランになっております。で、次ですね。で、やっと米軍賃貸何っていうお話になりますが、日本全国にですね、131カ所米軍基地があります。で、米軍基地の外に住む外国人が居住する施設のことを米軍賃貸と言います。っていうふうに書いてあるんですけど、まあ、これちょっとネットに出てるまんま書いてありますが、米軍基地外に住む外国人、まあ、米軍関係者ってことなんですよね。必ずしも、軍人だけではないです。っていうのは、基地の中で生活しているのは、軍人以外に軍に関わる仕事をされている方たくさんいらっしゃいます。学校もありますし、お医者さんもありますし、スーパーマーケットもあれば、フードコートもあります。で、そういうところで全部働く方々、全員米軍基地内の人です。でそれが、まあ、日本人も、近くの日本人が ID を持って仕事しに行くこともあるんですけども、逆にですね、働いている方々、皆さん、軍人さんも含め、まあ、シベリアンっていうんですけど、その軍属と呼ばれている方々が外に出るときに住む物件を、まあ、総称して米軍賃貸と呼んでます。なので、軍人じゃない人でも借りることがありますので、まあ、ちょっと話がそこ変わってくるんですけど、総称して呼ばれています。で、この、米軍賃貸に関しては、ここに書いてある通りですね、20% 以上割高で賃料を得ることができますというのは、さっきの横田の話ですね、と全く同じ仕組みになっておりまして、で、こと、沖縄に関しては、まず軍人さんに関しては、階級によって、すみません、そもそもが、軍人さんとシベリアの方々は、それぞれ軍だったりとか企業、自分が勤めている会社だったりとかから、家賃として、賃料が給料の他に支払われます。で、その、もらえる賃料が、軍人さんの場合、カテラン基地だったりとか、普天間とかそういうところだと、最低で16万5千円というのが、決められております。で、最高で45万円、45万円ですね、最高金額で、というのは決められております。で、これは家賃なんですね。家賃の他に、その人の階級とか、あと所属している海兵隊とか、海軍だったり、空軍だったり、陸軍だったりとか、アーミーとか、そういうところで、ちょっと他の、プラスアルファの、賃料以外の、控除が出るっていうのもありまして、で、さっき言った16万5千円から45万円の補助の他にですね、建物に建物を入居する、家を借りる際に、家具とかですね、家電をレンタルするっていうシステムが基地の中にありまして、レンタル屋さんがあるんですね。で、そのレンタルの、金額を軍が助成金出しますよと。で、あなたは3万円レンタルしていいよとか、あなたは5万円分レンタルしていいよとか、そういうのが、個別に。おそらく、小林社長になられる方の、小林に出向して、いろんなこの事業の開発とか、発展とかってやっていくっていうところで、具体的などういうふうに考えてるとか、ここがもうちょっと広がりたいとか、その辺はやっぱり直接二次面接で話して、すり合わせていくっていう形になるのかなと思ってました。概要ぐらいです、私は。どうされました？佐伯さんの声が入っちゃってます。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、全員ミュートします。はい。全員ミュートになってるはずです。はい。で、飛んでますね。誰だっけ。ミュートオール。あれ？岸さん、聞こえますか？はいはい。聞こえますよ。大丈夫ですよ。はい、はい、どうぞ。はい。いいですかね。じゃあすみません。はい、もう一回、賃料の他にレンタル代っていうのが出ますので、実際に、この家賃以外にもらえる、数字が彼らは持っていますと。で、その、もらえる補助の中の金額を全額使わなきゃいけないわけではないんですね。なので、45万円もらっているからといって、45万円の家に住むわけではなくてですね、で、45万円もらっている場合、30万円の家に住んだりとか、で、10万円手元に入れたりとかですね、そういうことができちゃうっていうシステムになっております。で、カップルだったりとか、夫婦だった場合ですね、2人とも軍属だった場合、片方が40、夫の方が45万出てます。で、奥様が、じゃあ25万ですってなると、2人で合わせて70万円ということになりますので、そうすると、45万円以上の家も借りることができるっていうのが、大体の大枠のお話になります。ちょっとここに付随して今そこまで話しちゃいました。で、それ踏まえた上でですね、じゃあ、その米軍賃貸のエリアって大体どの辺でやってるのかって話なんですけど、これ基地の画像なんですが、一番左が、沖縄県丸っと書いてあって、で、真ん中のところ、赤いところはこれ基地なんですね。赤いところが、米軍の基地があるところです。で、詳細が一番右のところなんですけども、ちょっと一番左のですね、地図、基地が書いてない地図見ていただきたいんですが、左の下の方ですね。この辺、これ矢印って見てますかね。見てるのかな。この辺が、これ那覇なんですね。左下に那覇っていうのがあって、ここに那覇空港があります。で、だいたいここからぎゅーっと上に上がって、上の方に上がってきます。基地は上の方にしかないんで、上の方に上がっていくんですが、ちょっとわちゃわちゃわちゃって一気に出てくる赤いエリアが、だいたい真ん中ら辺。で、それがですね、まあ、嘉手納基地って呼ばれているところなんで、嘉手納町のところはもうほぼほぼ全部基地なんですね。で、ここがだいたい中部エリアと呼ばれているエリアになりまして、ここが今回の、米軍賃貸の舞台になるエリアになっています。で、それよりさらに奥の、金町とか宜野座とか名護にかかっているところに関しては、ちょっと一旦お話を置いときますが、まあ、ここも、米賃エリアなんですけど、一旦置いときます。今回のメインの話は、この真ん中中部のエリアですね。北谷町と嘉手納町と読谷村、あとはうるま、沖縄市、このエリアの米軍賃貸のお話を今回はさせていただくという感じです。で、ここの、ですね、まずもう一個知っていただきたいのが、那覇から上に上がっていくには、一番右の地図で見ると、この58号線という書いてある、この道路が国道なんですが、これを使わないといけないんですね。これを使って移動します。で、上に北上していくと、もうこの一番の大動脈のこの国道をずっと通ってきて、ずっと基地があるんですね、結局。なので、この軍関係者は、この58号線、大動脈を使いますが、これは沖縄の主要道路なので、この道沿いは全部町が形成されております。沖縄鉄道がないので、ここ沿いに町がどんどん形成されているというふうに思ってください。っていうところですね。で、ここもサクッと次いっちゃいます。で、じゃあその物件ってどれくらいあるのかとか、どれくらい、軍属の方がいるのかっていう話になってくるんですけども、そもそも今コロナになってしまっているので、正直、米軍賃貸の物件っていうのはですね、空いてる物件もちょっと出てます。出てました。っていうのが正確な話で、ここ1、2ヶ月ぐらいですかね、ちょっと戻ってきてます。っていうのが、そもそもですね、コロナになる前はですね、物件が2000戸以上不足していますよというふうに言われておりまして、軍の方から沖縄県内の建築業者の方にですね、もっと建ててくれっていう要請がすごい来てました。で、全然足りないので、入りたくても入れないので、基本的に稼働率も 100% ぐらいで回ってるっていうのが、私どもの、見解です。ただ、まあ、米軍賃貸と言いましても、先ほど申し上げたですね、木造で、ボロボロのやつも登録はできちゃうので、そういうところも含めて稼働率って考えると、ちょっと下がる可能性もあるんですけども、今回ご紹介するような物件に関しては稼働率はずっと 100% ぐらい動いてました。で、まあ、コロナになってなんで減っちゃうのかっていうと、結局軍の中に人を入れなきゃいけないんで、コロナになっちゃってるとアメリカにやっぱ一旦帰国させなきゃいけないとか、そういうのがあったので、一旦、かなりの数がアメリカ本土に戻ってます。ただ、もともといなきゃいけない人たちが戻っちゃってるだけなんで、コロナが終わったらすぐにでもこっちに戻したいんですね。なので、現状、今は基地の中で、ある程度住宅は収まってしまってるんですけど、もう今のうちに確保しなきゃいけないっていうふうに思っている軍属の方は、今はもうお家をすごい探してます。で、だんだんコロナが最近下火になってですね、ワクチンとか皆さん打たれて外に出れる人が増えてきたので、ここ1、2ヶ月で一気に、物件の稼働が増えちゃいました。で、もういい物件は取り合いになるんですが、45万円で登録されている物件というのは非常に少ないので、もう優先的にガンガン入っていっちゃいます。で、やっぱり16万5000円の物件というのは簡単に用意できちゃうので、結構そこら辺の、入居者の取り合いっていう形になっちゃうんですけども、値段が上がるにつれて、やっぱり物件数が圧倒的に少なくなってしまうので、やっぱそこを、狙っていくのが、まあ、氷マリを、実現するポイントになるのかと思います。じゃあ逆にその45万円取れる人たちどれくらいいるのかっていうところなんですけども、正直、中にある、ハウジングって、あ、そうか、その話もな。嘉手納基地の中に、一軒だけですね、米軍賃貸物件取り扱っているハウジングと言われている、施設がありまして、まあ、それが管理会社なんですね、いわゆる。で、そこでも、把握してないんですね。何人そういう人がいますよとか、何件そういうのがありますよっていうのは全く数字取ってなくてですね、把握してないんですね。なので、物理的に、街を歩いて探したりとか、そういうことを結構やってらっしゃいます。で、今のところですね、その45万円の物件というのは、空きがほぼないので、全然まだまだ足りないというふうになっています。なので、45万円登録って言われてくる方は、大体すぐ入っちゃうので、まあ、それをめがけて物件を作っていくっていうのが重要なところなのかなと思います。で、ただですね、ここの今書いてあるところの、最後の方の文ですね、米軍賃貸物件を申請することにより、軍による検査を受けることにより、賃料の上限が決定されますというふうに書いてあります。で、これが、普通の、集計動産と違うところで、物件を持っているオーナーさんが自分でこの物件をじゃあ45万円で貸したいですっていうふうにできるわけではないんですね。その物件を、この、ハウジングさんの方ですね、米軍ハウジングの方と軍と一緒に検査をして、まず物件自体が米軍賃貸の規定に沿っているかどうかっていうのを審査されます。で、それでその規定に乗っかった段階で今度査定っていうふうになるんですね。なので、その査定額は向こうが決めます。で、検査員の方のさじ加減っていうのも結構出てきちゃうんで、まあ、そこは、建築会社と、ハウジングと査定員の方との、関係者というか、そういうところで結構左右されてくるということになります。なので、あくまでもオーナーさんが45万って言っても、査定員の方がですね、この物件30万円ですよっていうふうになると、30万円で申請されちゃいます。で、ただ、それも面白いですけど、家賃に関しては、登録家賃って呼ばれているものと、実際に入る賃料っていうのはまた別のものになります。あくまでも査定は登録家賃です。なので、ハウジングの方で登録される。この物件は米軍の検査を受けました、承認受けましたよっていう書類に30万円で登録しますっていうふうに書かれているものになります。そうすると、家を借りたい人はですね、そこに、ハウジングに聞きに行きます。この家いくらですかと。で、30万円で登録ですよと。じゃあ私はその物件を25万円で借りたいです。っていう場合もあれば、じゃあ35万円出して入りたいですっていう場合もあります。あくまでも、登録家賃は軍が決めた登録家賃なだけなので、そこに入りたい人が自分でその物件をいくらだったら出せるって話をしてくるのが米軍賃貸です。ただ、入りたい人、例えば30万円で登録されました。で、入りたい人は、補助金が30万円出てます。ってなった場合に、自分のですね、上司だったり、あとは企業だったら、まあ、そこの企業の、自分の上司ですね、に、あの物件30万円で出てました。で、私の補助金が30万円です。だからここ入りたいんですって言った場合に、上司もこれだったらいいよっていうふうに言ってくれないと中に入れないんですね。なので、そこの、話の折り合いがつけば、その金額で入れます。ただ逆に、30万円って出てるけども、もう競争がすごすぎちゃって、もう1万円でも2万円でも多くしないと、入れないような状況ができると、じゃあ私は32万円で入るよ。だからそれは、上の方に申請出すから、32万円でもいいから入れてくれっていう交渉は全然来ます。そういうのは全然あり得ます。なので、あくまでも査定金額は登録された金額っていうふうに思ってください。で、弊社でご案内する物件に関しては、最初からその査定員の方と建築会社と全部プランを練って、ここだったら、じゃあ40万円で査定するよとか、ここだったら45万円で査定するよとかっていうふうに、もう打ち合わせ済みで作ってる物件なので、そういう設備も全部つけてます。ただ、最終的に判子、承認を押すのは軍なので、査定員が出した査定額を軍が承認するかどうかってまた別の話です。ただ、おおよそ大体その金額で通りますので、大体、じゃあこの物件は40万円で作ろうねとか、45万円で作ろうねっていう話になります。ただ、45万円登録っていうのはほとんどないですね。大体35万から40万ぐらいの登録っていうのが相場です。で、40万円で登録かけて入居が、まあ、30万円で入居ぐらいが大体相場だと思ってください。ただ、弊社でご案内している物件に関しては、30万円登録、30万円の入居というのはすごい少なくてですね、だいたい35万から、まあ、38万ぐらいで推移しているような状況です。すいません。じゃあ次行っちゃいます。で、じゃあその物件に関しての、出口戦略なんですけども、今回、いろんな方がもうすでに手を挙げられているんですけど、じゃあなんでそういう話になるのかというんですけど、物件の出口、じゃあどうやって使ったらいいのかなと。まあ当たり前の話なんですけど、まあ、別荘として使うよという話。で、これに関しては、冒頭でお話しした通りですね、沖縄に来て観光して、で、まあちょっと長期ステイしたりとかするとですね、やっぱり物件持ちたいっていう方が多くてですね、で、物件持ちたい。じゃあ投資で回した方がいいよねっていうので話するんですけど、最終的にやっぱり自分が別荘として使いたいとか、そういう思いが非常に強くなってしまう土地柄です。で、物件も、非常に、外国人用に作っている大きい家で素敵なので、自分で欲しくなっちゃうっていうのがあって、で、結構別荘として使われているオーナーさん非常に多いです。で、そこはもう利回りとかじゃなくて単純に物件が欲しいというところですね。で、次はですね、民泊。まあこれは先ほどの話にもあった民泊に転用するパターンです。で、通常の民泊と違うのはやっぱりその海外仕様の大きさになっているので、ちょっと非日常をもうがっつり味わえます。海外にいるような感じになってしまうので、民泊としても非常に人気ですね。ただ、利回り出そうとすると、宿泊単価ちょっと上がってしまうので、まあ、その辺は人それぞれの考え方かなと。あとは、家族に相続。まあ、ここに関しては、今回、弊社でご紹介する物件は、RC 造ですね。コンクリート造です。で、鉄筋コンクリートなので、耐用年数47年ついてますね。で、47年ついてるので、まあ、正直、15年とか20年取ってもですね、全然まだ耐用年数残ってます。で、その場合、ご自身で使うのもいいんですけども、ご子息だったりとか、まあ20年後ですね、今、10歳、15歳のお子さんがいらっしゃる方だった場合にですね、まあ35歳、まあ30代入って、じゃあここに住みなよって言った場合もですね、コンクリート造なので、修繕も非常に簡単です。で、木造みたいに傷むこともないですし、基本構造しっかりしてますので、その辺でご子息に引き継いでも、まだまだ全然綺麗に使える物件ということで、相続用に今のうちに、所有される方っていうのも非常に多いです。で、ちなみに、私もですね、米軍賃貸物件自分で買って、6月ですね、決済して、今、やっと募集をちゃんと開始して、今入居者、の、内覧が始まっているところなんですけども、私の場合は、この家族に相続ですね、もしくは売却っていうところを考えて買いましたっていうところがあります。で、最後のこの売却っていうお話なんですけども、ここはちょっと値段のところのお話になりますが、ですね、大体、15年ぐらい所有して売却するっていうシミュレーションを私の方に立てました。で、まあ、買う金額にもよるんですけど、融資の取り方にもよるんですけども、15年ぐらい保有すると、残債だいぶ減りますね、当然。で、その残債がですね、15年後のシミュレーションでいくと、残債に対して売却の値段というのは、だいたい買った値段ぐらいで、再販できるというふうに踏んで、私の方が買いました。なので、15年分、利回り出して、まあ、完全にインカムを取った後でですね、15年は、キャピタルの方も十分狙えるっていうふうに思って購入っていうのが、まあ、今回のこの出口の戦略ですね。で、ここに関しては、まあ、正直、私の方で相当シミュレーション叩いて、自分で購入するっていうところに至った経緯がありますので、ここはかなり強く、私の方でも、まあ大丈夫だろうっていうふうに思っているようなイメージですね。はい。で、次いきます。で、まあ単に、まあ今話したところを全部総合的に考えて、まあお手頃な価格でご案内できます。で、この相場以下、融資も簡単、銀行担保評価。で、ここちょっと今お話しすると、まあこの後ですね、概要書をお見せするんですけども、まあ金額的なところで言うと、相場より安く、提供することができます。で、なぜならですね、まあ、土地の仕込みが非常に安いです。っていうのは、沖縄の物件、大体、デベロッパーとか、東京の不動産屋さんとか、一回試しに買っちゃって抱いてる物件が非常に多いんですけども、弊社でご案内する物件に関しては、もともと持ってる地主さん直接、会いに行って、もう本当に地上げ的な話を、何年もかけて建築業者と一緒に回ってます。で、もう2年3年かけてやっと売ってもらえるような土地に上物を建てるというようなイメージで、でこれは沖縄の土地柄ですね、値段で売るんじゃないよと、あなたに売るんだと。なので、値段がどんどん上がって、坪単価上げてっても売ってくれないオーナーさんで非常に多いんですね。まあそういうところで、中に入り込む必要があったので、こっちに本社を移して、で、ここでずっと、商売やっていくっていうふうに決めた上で、地元の業者さんと組んでやらないとできないスキームでしたっていうところです。なので、正直土地だけ欲しいですっていうふうにポッと来て、お金積んでも売ってもらえないので、結構そんなのできるよっていう不動産屋さんも多いんですけど、まあ、皆さん来ても何もできないで帰ってくっていうような状況ですね。まあ、それは一回来て見ていただいて、実際に自分の足で回って見ていただければわかると思うので、やれるっていう人はもしかしたら自分でやってみるといいかもしれないですね。私としてはもう絶対に無理だって思ってるんで、まあ、やれたら同じことができるんじゃないですかね。っていう形です。かなり強気に言えます。で、あとは、まあ、融資も簡単、ちょっと後でお話しします。で、ここの銀行担保評価以下の売買価格のためっていうところがまた面白いところで、実際にその土地に関しては、初めて建物が建つ、宅地に初めてなるところだったりとか、あとは、固定資産税評価額がもうすごい低いんですね。というのは、実勢価格と、評価額っていうのは乖離がありすぎちゃってですね、担保評価出す際の、積算評価だったりとかって、やっぱり土地はあんまりついてこないんですよ。で、ただ、とはいえですね、説明が難しいな。金額的な話しようが。実勢価格だと、坪単価だいたい25万から35万ぐらいって言われているエリアで、まあ、50坪ぐらい買えますよと。いう話があったりとかするんですけど、じゃあ、50坪を35万で計算したら、まあ、1500万以上、1750万ですよねと。1650万か。1650万が実勢価格なのに、担保評価、固定資産税の評価額としては200万円とかになっちゃうんですよ。でこれは、もともと農村地帯だったところに市街地がどんどん出来上がっていって、その実勢価格に評価額が追いついてないっていう実情が実はありました。で、これ皆さん知らない人が非常に多くてですね、実際こっち来てみるとそういうふうになってます。なので、評価額は非常に低いんですけど、実勢価格は非常に高くなっちゃってると。で、その乖離があります。あとは、建物に関しても、今回ですね、地元の建築業者、本当に沖縄県にある会社に、依頼しておりまして、そこも、自社で建築できます。でそこも地場で、資材を全部仕入れて作っているので、まあ、非常に安くできるんですね。で、ただですね、そこともまあ信頼関係がないと、その仕入れもできなかったので、正直かなり、入り込むのに苦労したっていうところもありまして、売買価格を相当安く作ることができました。そうすることによって、銀行でこの物件ですね、担保評価出そうとすると、実際売買価格は銀行の担保評価をずっと下回っています。現状下回っている状況です。で、これが、まあ、東京の不動産屋さんとデベロッパーが入ってくると、まあ、大体担保評価ぐらいの数字に売買価格が近づいてくるので、まあ、自己資金入れたりとか、手出しないと物件買えないという状況ができちゃうのかなと。ただ、弊社に関しては、地元の人がギリギリ買えるぐらいの価格でご紹介しているというところもあるので、銀行担保評価以下の売価でご紹介できるので、まあ、実際ご自身が売るときですね、担保評価との乖離がありますんで、もうちょっと値段ですね、キャピタル狙って売ることができますよと。まあ、正直その値段まで弊社の方で上げちゃえばいいだけなんですけども、それやってしまうと、まあ、相場で崩れてしまったりとか、あと不動産屋さん的に、まあ、それだと何ですかね、こう、長くやっていけないっていうのもあるんで、まあ、皆さんに、ちゃんと、行き渡るようにしたいなっていう思いも含めて、この金額でやらせていただいているっていうような感じです。で、やっと概要書の話になります。すみません、長々。で、まずですね、ご紹介できる物件に関しては、これ、あくまでも今回出してますけども、いろいろあります。ただ、これ一回、今回はこの概要書で見てください。で、エリアですね、読谷村ですね。読谷村っていう場所です。で、これは、その読谷村の中の地名、義馬と読みます。ただ、義馬以外も、ありますので、とりあえず読谷村の義馬で今回お話しします。所在地、沖縄県中上郡、中東郡じゃなくて中上郡読谷村あざぎまっていう場所にあります。で、大体那覇空港から車で50分ぐらいで到着します。で、土地も、ですね、これ次、180平米で、大体54坪ぐらいです。これ大体これぐらいないと、さっき言ってた、40万を超える査定になりづらいので、この大きさを大体担保しております。で、あとは、まあ、用途地域だったりとか都市計画、まあ、未線引き。ここは、非線引きですね。に指定非線引きっていうのは、ちょっとこの読谷村の特徴ですね。農村地帯から入っている住宅地なので、まだまだ、都市計画ができてないので、こういう状況になっています。今後、都市計画できる可能性もありますが、今のところ何もないです。で、憲兵容積は、62%。で、路線価が、32,970 円なので、坪単価で10万円ぐらいですね。1坪10万円ぐらいが固定産税評価額になりますと。まあ、実際ありえないですね。大体、弊社でご紹介する物件の、土地は、大体30万から35万ぐらいがベースになっているので、まあ、3分の1ぐらいの評価額になってしまっているというところです。で、建物に関しては、建築面積、建築面積が95平米、95.6 平米で、延べ床で150ぐらいですね。45坪。かなり大きいお家を、想定してます。で、鉄筋コンクリート2階建て。で、これはまあ建物によっては3階建てになったりとかっていうのもありますが、まあそれは上に伸びる。横に小さくなって上に伸びるとか。大体延べ床があんまり変わらないですね。で、種類は居宅。で、建築は大体まあ8ヶ月から10ヶ月ぐらい建築に時間かかるので、これぐらい想定します。で、間取り 3LDK、4LDK。で、これは査定にもちょっと変わってくるっていうところもありますが、基本的には延べ床での、査定賃料になってくるので、3L でも大きい部屋がいいとか、4L でちょっと切ってっていうところは、延べ床の方を優先されます。ですよね。で、大体、じゃあどんな感じなのか、まあ、ちょっと触りの写真だけですね。外観、左上の写真になりますが、まあ、四角い構造です。ラーメン構造はちょっと上に伸ばす必要はないので、壁式構造になっております。で、これ、今回ガレージ付きの写真になってますが、ガレージなしの物件もあります。で、鈴木さんが冒頭に喋った通りですね、ガレージ、今これ、試しに大きさを分かってほしいので、車入れてますが、ガレージに大体2台ぐらい入るような大きさになってますが、ここはまあ物置で使うことが多いですね。で、外の写真にあるように、ガレージの外に車を置いたりとか、この、ガレージに入るアプローチの斜面のところに車を置いたりとかっていうのがよくある、アメリカの住居の形になっております。で、まあ正直あった方が入居しやすいっていうのもあるんですけども、全然なくても査定賃料大して変わらないんで、ここが建築面積だったりとか建築費の兼ね合いで物件によってちょっと変わってくる感じですね。で、次は、まあ内装ですけども、階段がだいたい3メーターぐらいある、大きいお家です。で、まあ延べ床大きいので、これに関しては、まあ大体想像してくださいって感じです。もう本当に外人仕様の大きいやつですね。もう天井基本3メーターあります。で、次、概要書の下の部分いきます。で、じゃあ収入どれくらいなのかっていうシミュレーションですけども、先ほどから、述べている査定金額と想定賃料っていうふうに分けさせていただいてます。想定賃料、だいたい32万円で想定した場合のシミュレーションと、査定金額40万円で入った場合のシミュレーションっていうのを両方入れております。で、年額384万円のパターンと、年額で480万円のパターン。で、それに対して物件の売価、今回ご紹介する物件に関しては、6550万で紹介させていただいております。で、これが安いか高いかっていうのは、まあ、人によって、判断していただくんですけども、僕が、買った物件ですね、は、まあ、ちょっと自分でやってるんで、ちょっと、頑張って安くして、今回6300万で、買わせていただきました。ただ、6300万で買ってるんですけど、これですね、1年以上前に仕込んでるんで、土地の値段が1年前の値段で6300万です。で、大体、土地の値段がですね、年間でこのエリアは、大体2割ぐらい、20% ぐらい、相場、実勢価格として上がってしまっているっていう状況がありますんで、まあ、それ加味していくと、まあ、大体今年買うと、まあ、6500万ぐらいで買うのが妥当っていう形になっちゃいます。なので、もう、嘘を偽りない値段ですね。こういう形の物件、この間取りで、差ごとすると7000万超える物件ってざらにありますんで、まあ、かなり安く出させていただいているというようなイメージです。で、この6550万に対して、上記のですね、賃料を利回りで入れると、すみません、ちょっと表記間違ってますね。満室じゃなくって、査定金額で入った場合が 7.3% の表面利回り。で、想定賃料で入った場合の利回りが 5.86 って形になっております。なので、表面で見ると、ちょっと、あれ、思ったより伸びないなって思いがちなんですが、かかる費用っていうのはですね、毎月1万円プラス消費税、まあ、1万1000円の管理費のみなんですね。1万1000円の管理費のみなので、それ以外は固定資産税分しかかかりません。なので、その辺加味すると、まあ、だいぶ、イールドギャップ取れる物件かなと思います。で、次ですね。で、また収支計算のところ、ざっくり入れさせていただきます。で、今回、物件購入価格が6550万でした場合ですね、登記費用、73万円、これも概算です。司法書士によって若干変わったりとか、報酬違ったりとかするので、概算入れてます。で、仲介手数料6500万に対して、3% の仲介手数料と、消費税ですね。と、あと6万円が追加されて、だいたいこれぐらいの金額になっております。で、次、まあ、印紙代というのは売買に関わる、請負契約しますので、印紙代でおおよそ金商契約も含めて8万円の印紙代かかってしまいますと。で、銀行費用っていうのは、銀行の手数料ですね。で、これ想定する銀行を、このシミュレーションのまま使うと145万ぐらいが手数料かかってしまいますよと。あと、火災保険は80万円。で、総額で7078万円ぐらいかかっちゃいます。いうところです。で、左下の資金計画というところで、これローンをですね、7078万円の、総予算に対して7280万円の融資を検討できます。なので、融資実行された後ですね、手元にこの200万円ぐらいというのは残った状態にできるって言われているものなので、まあ、そこはオーナーさんによって、すみません、買い主さんによって、ここは、ここまでは相談できますよっていうものなので、ちょっと検討してみてくださいと。これを、融資金額を下げてですね、7080万にして、自己資金のマイナス分0円っていうこともできます。まあ、いわゆるオーバーローンっていうお話になっちゃうんですけど、これはゼロにすることもできますが、まあ、低金利で200万円借りられるっていうところも考えると、まあ、借りておいた方が安心材料なのかなっていうところですね。で、金利が 1.45 で試算して35年でだいたい22万円ぐらい毎月返済するっていうシミュレーションを組んでおります。で、こっちが収支の内容ですね。で、シミュレーションになりますが、左が想定賃料30、毎月32万円で入った場合の想定賃料。で、右側が、査定金額40万円で毎月入った場合、年間480万円で入った場合のシミュレーションを、弊社の方で入れました。あくまでシミュレーションです。ご了承ください。で、固定資産税が、年間15万円ぐらいです。で、これは、私が買ったですね、物件が読谷村からこの間、だいたい来年これぐらいで行きますよっていうのが来ましたので、同じぐらいの物件規模でやってますので、だいたいこれぐらいっていうふうになって思ってます。で、次、管理手数料、先ほど申し上げた1万1000円の12ヶ月分が管理手数料です。で、次の固定費というのはこれですね、4万5000円、年間何かというと、浄化層ですね。ちょっと都心部に住んでいる方はわからないかもしれないですけども、下水管が通ってないエリアです。で、物件の、地下にですね、浄化槽という装置をつけておりまして、そこにお水が流れ込みます。で、お水をフィルターを通して水をろ過して浄化します。で、浄化した水は土に浸透されます。そうすると残りカスがいっぱい出ます。で、その残りカスを、回収しなきゃいけないんですね。なので、ちょっとイメージ違うのが、汲み取り式のボットン便所とかそういうわけではなくてですね、浄化したものの残り殻だけを取りに行くっていうようなことがあります。で、その浄化槽の、メンテナンス業者と契約を絶対にしなきゃいけないので、それが4万5000円経費として入ります。っていうのはあります。じゃあ、入居者に対しての、支払いとか電気、水道代とかガス代どうなのかっていうのは普通の、自分たちが住んでいる賃貸物件と一緒で入居者が全部払いますので、そこに関しては全く関係ないです。単純にこの浄化層だけは、まあ、下水道代払ってくれってなかなかありえない話なので、ここに関してはオーナーさん持ちっていう形になります。で、あとはローン返済は先ほどの1個前のシートにあったローン返済金額、22万1000円をまあ12倍した数字がこの265万っていう数字になっています。で、これを、これを、全部合算、ここの15万、固定資産税、管理手数料、固定経費、ローンを全部合算すると298万円かかりますよ。なので384万円の年間の収支に対して、年間の経費298万円払ったら年間キャッシュフローで85万9000円ぐらい入ってきます。で、それを月で割ると毎月7万円ぐらいの手残りになりますということになります。なので、ここから、所得税の計算ですね。不動産での収入になって、所得税と合算して、ここから所得税払ってくださいという形になります。で、右側の査定金額に関しても、かかる経費は全く一緒なので、年間キャッシュフローが単純に伸びるっていうお話になっています。40万円で入った場合は181万9000円が年間手残りってなっているので、経費に関しては全く一緒の固定なんですね。なので、まあ当然ながらこの収入に関しては、まあ高く入ってもらった方がいいなっていうのがあるので、まあそこに努めて物件を作っていくっていう形になっております。なので、ちょっともう時間が結構気にしてやってたんで、早送りになっちゃったんですけど、一応ここまでで終わっております。で、この先はどうしたらいいですかね。富里の方でご案内します。はい、あ、そうですか。じゃあ一応、僕から一方的なご案内はこんな感じになるので、まあ、全然話しきれてないので、また個別の相談になると思いますので、はい、はい、します。ありがとうございました。岸さん、管理手数料のところはご説明してください。収支の。ああ、そうかそうか。すみません。管理手数料に関しては、1万1000円は、ハウジングさんの方で、ご契約していただきます。オーナーさんと、ハウジングで契約しますので、そこで管理手数料毎月1万1000円かかりますっていうところですね。で、そこの管理会社が入居者と軍と全部やり取りしますので、オーナーさんはあくまでも日本語で対応できる管理会社と契約するっていう形になっております。で、それ以外は、建物の修繕とかそういうところは基本的には、入居者の方がここが壊れてるよあだよっていうのはやってるので、まあ、基本的に東京とかで普通に自分が住む賃貸と同じようなイメージですね。それがそのハウジング管理会社を通して自分に連絡くるっていう形になっております。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと足早ではありましたけども、全体のセミナーが、ちょっと話す内容が多岐にわたりますので、全部をちょっと説明しきれない部分もありましたけども、以上になります。